こんにちは、カイコジマドローンジャーニーへようこそ。今回も皆さんと一緒にドローン楽しんでいきたいと思います。いやー、 DJI Air 3ね、出ましたね。はい、ワクワクするドローン出ましたけども、今回の動画はですね、 Air 3のドローンの機体登録をしていこうということで、ドローンの機体登録の動画自体は以前も、わかりやすくですね、スマホでドローンの機体登録をやる方法をね、動画にしたんですが、今回もまあ、改めてですね、復習ということで、まあワクワクする新しいドローンが出ましたんで、機体登録の方法を皆さんにシェアしていきたいと思います。もうこの動画が出る頃にはこちらの Air 3のレビュー動画っていうのはもう出てると思うんですが、まあ、時間軸としてはね、その前の段階になるんですけど、ドローンの機体登録やっていきましょう。あとですね、ドローンの機体登録が済んだらドローンの登録番号というのが発行されるんですけど、そしたら今度はドローンの機体にですね、そのドローンの登録番号というのをインポートしてリモート ID 機能で発信しなきゃいけないんですけど、リモート ID の設定っていうのも簡単にできてしまうので、リモート ID を機体にインポートする設定の方法もシェアしていきたいと思います。じゃあまずはドローンの機体登録からサクッとねやっちゃいましょう。ドローンの機体登録に必要なものはですね、まずは登録するドローンの製造番号、それから入証はですね、スマートフォンの読み取りだけで完結するマイナンバーカードがおすすめです。その他には運転免許証、パスポート、その他の書類とありますが、その他の書類で本人確認をする場合は郵送でのやり取りになるので、これちょっとね時間かかっちゃうのであまりお勧めしませんが、運転免許証だとスマートフォンのカメラ機能を使ってそれが本物の身分証明書であるかちゃんと証明できて、そちらもスムーズに本人確認ができると思うので、まあ運転免許証でもいいかなと思います。あとはですね、ドローンの機体登録には手数料がかかるんですけど、そちらを円滑に支払うためにはクレジットカードがあると早いです。で、今回はスマートフォンを使って登録していきたいと思います。なので今回ドローンの機体登録に使っていく必要なものはですね、ドローンの製造番号、マイナンバーカード、クレジットカード、スマートフォンになります。この4つがあるとスッとね簡単にドローンの機体登録できますんで、ぜひご用意してください。ドローンの機体登録はスマホで結構簡単にできてしまいます。先日公開したドローンの放棄まとめっていうね動画の中に、特定飛行カテゴリー 1-2 で飛行させる場合の、ドローンを買ってからの流れっていうのを説明したんですけど、まあ詳しくはその動画見てほしいんですが、カテゴリー 1-2 でねドローンを飛行させようと思った時にですね、まずドローン必要なんでドローンを買いますよね。はい、その後にやることがドローンの機体登録です。あとはリモート ID の設定ですね。はい、そのあたりやっていきたいと思いますので、これからドローン楽しみたいっていう方はぜひ参考にしてみてください。まずはですね、スマホのブラウザからドローン登録システムと検索していただくと、こちらのドローン情報基盤システム 2.0 というところにアクセスできると思いますので、検索していただくか概要欄から飛んでみてください。アカウントがある方はそのままログインしていただいて、ない方はまあ簡単なんで、アカウントをですね作っていただいて、ログインするとこちらの画面になってますので、下の方に行ってですね、無人航空機登録申請へというボタンをタップしていただいて、新規登録、最初は本人確認方法を選択していただきますけども、マイナンバー、運転免許証、パスポート、上記以外の本人確認書類とありますが、上記以外の本人確認書類を選択すると、郵送でのやり取りになってしまうので、これは何日かかかってしまうのであまりおすすめしません。マイナンバーカードだとですね、スマートフォンでピッと読み取ることもできるので、これが一番おすすめなので、僕はマイナンバーカードでやろうと思います。運転免許証でもスマホのカメラを使って運転免許証が本物かどうかちゃんと検出して本人確認がスムーズにできるんですけど、まあ、今回はマイナンバーでいきます。 iPhone 使ってる方はですね、ブラウザー Chrome ブラウザーとか使ってる方もいると思うんですが、デフォルトのブラウザーを Safari にして Safari で進めていただくと、マイナンバーカードの読み取りの時にすんなりいくと思うのでやってみてください。次に進みます。続いて所有者情報の入力をしていきます。アカウントを作っていただいた時に入力した情報がこちらに反映されているので、こちらに間違いがなければ機体情報の入力へ進んでください。機体情報の入力については、まずはメーカーの機体であるか、改造した機体であるか、自作した機体かその他かとありますけど、今回はメーカーの機体なので、そのままで OK ですね。製造者名をこちらのプルダウンから選ぶことができます。今回は DJI、 型式は DJI Air 3ですね。そうすると機体の種類が勝手に入力されましたね。さあ、そしたら今度は製造番号を入力していきます。製造番号はバッテリーを抜いて、このあたりに QR コードのついたシールが貼ってありますが、そこに製造番号が書いてあります。ちっちゃいんで見えづらいと思うんですけど、 iPhone のカメラ機能で QR コードをかざしてもらうと製造番号がカメラアプリの中に出るので、それをスクショしてもいいと思うんですけど、プロポの DJI Fly アプリを立ち上げて設定を開いて、そちらの詳細タブにも製造番号載ってるので、そちらで確認してもらってもいいと思います。製造番号を間違いなく入力して、リモート ID の有無を選択します。今回は内蔵されているので、そのままあり、内蔵型で OK ですね。外付けの
リモート ID をつける場合はありを選択して機器の製造者名、機器の型式、製造番号を入力していきます。改造の有無については改造なしですね。他の機体情報を続けて入力することもできるんですが、今回はないので使用者情報の入力へ進みます。使用者情報の入力については所有者と使用者が同一人物の場合はスキップできますんで、こちらはいを選択して入力した情報の確認に行っちゃいます。所有者情報、機体情報、使用者情報が間違いなければ、登録申請をタップしてください。 OK ボタンを押すとメールアドレスに確認用のメールが行きますので、メールを確認することによって申請完了となります。届いたメールの URL を押してメールを認証しなきゃいけないんですね。メールを認証したら元の画面に戻って、この画面は開いたまんま進めなきゃいけないんですね。そうしたら、本人確認に進みます。電子署名不要のパスワード入力をねしていくようですね。マイナポータルが開きました。これマイナポータルも先に入れてなきゃいけないんですね。マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードを入力していきます。さあそうしたらマイナンバーを読み取っていきます。読み取りは簡単ですね。読み取れたのでブラウザに戻ります。続いてパスワード入力利用者認証をしていきます。またマイナポータルが開きましたね。4桁の利用者証明用電子証明書のパスワードを入力してください。あ、また読み取りだ。読み取り完了。再びブラウザに戻ります。これで手続き完了ですね。さあそうしたらですね、 DIPS の無人航空機登録申請メインメニューに戻っていただいて、申請状況確認、こちらを押してください。そうすると今申請した内容がこちらにありますんで、支払い選択を押します。今回はクレジットカードでやってみましょう。クレジットカード払い外部リンク。今回は機体登録に900円かかります。これ確かマイナンバーカードで本人確認すると900円なんだけど、郵送でのやり取りが必要なその他の書類だと金額ちょっと高かった気がします。じゃあ支払いの手続きへ行きましょう。以前支払ったことがあるので、僕の場合はカードが登録されていたのでこのまま次へ行きますが、初めての方はここでカードを登録して次へ行ってください。内容を確認してセキュリティコードを入れて次へ、この内容で支払うを押せば OK です。はい、認証済みとなりました。これで OK です。決済完了。さあそしたらですね、 DIPS に戻って申請状況を確認してみましょう。申請状況一覧から今支払いを済ませたこちらの申請内容詳細見ていきましょう。あ、手続き完了になってますね。これで OK です。ということで下の方に行くと、機体情報のところに登録記号があります。はい、これでですね登録は完了です。ということで次はリモート ID を設定していきたいと思うんですが、リモート ID っていうのは車で言うとまあナンバーみたいなもんで、それをちゃんと書き込んであげて飛行させるときにはこのドローンからリモート ID が常に発信されている状態で、ドローンの所有者が誰なのか、何の機種が飛んでるのかとかね、そういった情報を常にこう出さないといけないんですけど、そちらの設定をねやっていきましょう。まあかなり簡単なんですけどね。スイッチオン、プロポンオン、ホームポイントを更新。お、プロポが新しくなって声変わりましたね。 DJI Air 3のレビューについてはこの動画の前に出てるはずなので、このねワクワクする最新機種と新しくなったプロポについても詳しくレビューしてますんで、そちら見てみてください。プロポのですね DJI フライアプリが開いたら右上の設定を押してください。そうすると安全というねタブが開かれてると思いますんで、設定を開いたら一番左のタブ、安全というタブにしていただいて下にスクロールしてください。そうすると無人航空機システムリモート ID という項目がありますので、タップしてインポートを押します。そうすると国土交通省航空局にログインという画面が出ますんで、ログインをタップして機体の連携確認をしましょう。こちらに DIPS のログイン ID とパスワードを入力して同意して連携をタップしてください。さあこれでインポートが完了すれば OK です。無人航空機システムリモート ID インポート済みとなってればこれで OK。 簡単ですね。さあということで機体登録からリモート ID の設定までだいたいねさっと済めば30分ぐらいでできちゃうかな。簡単なのでドローンを買ったらまず真っ先にねやってみましょう。はい、ということで今日はですね届いたばかりの DJI Air 3の機体登録をしましたんで、機体登録の簡単なやり方を皆さんにシェアしました。この動画がお役に立ちましたらぜひグッドボタンお願いします。今後も一緒にドローン楽しんでいきたいという方はぜひチャンネル登録お願いします。あと僕はバンライフというライフスタイルで暮らしているんですが、 Discord アプリを使ってバンライフしようというコミュニティをやっていて、その中にドローン部なんかもありますので、いろいろ情報交換できると思いますので、概要欄からぜひ参加してみてください。 Twitter、Instagram もやってますのでぜひフォローお願いします。さよなら。